こんにちは、ミルクです。こんにちは、モナカです。今回も、しくじり一族ロマノフ家をお送りするよ。プロレスが絶対強そうなソフィアちゃんとピョートル一世の勝負がどうなったのか気になるわ。プロレスで勝負するみたいに言うなよ。この二人のは権力争いだからな。じゃあ、早速解説していくわん。にゃあ。ヨーロッパを使節団の一人として回っている最中、また銃兵隊の反乱が起きたと一報を受けたピョートルはロシアへ戻った。戻ってみるとすでに反乱は落ち着いていて、もう100人ほど処刑されていた。処刑のスピード感。ソフィアの陰謀だと確信していたピョートルはさらに1000人近く逮捕して、拷問しまくって証拠をつかもうとした。ちなみにピョートルは自らの手で拷問も処刑もできる人だった。恐ろしやを一人で体現している。そして見せしめのため首謀者と思わしき3人の遺体を、ソフィアが幽閉されている修道院の窓にぶら下げたという。いやあ、やることが全部エグいわー。実はこのソフィアの絵はその時の場面を描いているんだよ。絵の全体を見てみよう。首謀者がぶら下げてある。このソフィアは、ピョートルの差し向けた兵士を睨みつけているところらしい。てるてる坊主をぶら下げてくれてありがとうな。明日は晴れるだろうぜ。ソフィア様強いー。どこまでも気の強いソフィアだけど、この反乱でついに身分を剥奪され、修道院の奥で監禁されることとなった。ソフィアちゃんに。その後は常に100人が、ソフィアの見張りをしていたという。そんなに？ソフィアちゃんが暴れ出したら取り押さえるの200人ぐらいは必要なのね。猛獣じゃないんだよ。またソフィアがなんか企まないように見張ってたんだろ。でも暴れ出したら？ 100 人で取り押さえる。そして監禁から6年後、失意の中でソフィアは亡くなった。47歳だったよ。ソフィアちゃーん。違う時代に生まれていれば大活躍してたでしょうね。そうだね、もっと新しい時代に登場してほしかった。きっと女子プロレスで大人気の選手になってたわ。そういう活躍かよ。ピョートルの話に戻ると、最初は南方のオスマン帝国を倒すべく、アゾフ海に面した都市アゾフを占領。さらに他国と反オスマン同盟を結ぼうとして行ったのが、ピョートルを含む使節団の派遣だったのさ。ピョートルは変装して偽名を使い、王ではなくただの使節団の一人に扮していた。王だと公式行事に参加したりで時間を取られるし、ロシアを長期間留守にすると思われるのもよろしくなかったのさ。なるほどねー。ちなみに偽名はピョートルミハイロフ。ピョートル言うても打てるやん。偽名に本名を入れたらそれはもう本名なのでは。多分ミハイロフの方で名乗ってたんじゃないかな。それも微妙にロマノフに近いのよ。でも実際、ピョートルが王であることはバレバレだったのさ。でしょうね。なんせピョートルは身長2メートルの大男、顔の特徴もバレていたからね。むしろバレないと思ってたのかしら。この使節団の派遣でロシアはイメージアップできた。当時のロシアは他国から見ると田舎臭くて野蛮なイメージだったけど、使節団は大量の毛皮をお土産に持ってくるほどお金持ちだし、使節団を率いるピョートルは長身でワイルドなイケメン。ちなみに毛皮は征服したシベリアからたくさん取れた。広すぎていくらでも取れそう。ピョートルは造船に深い関心があり、オランダのアムステルダムに4ヶ月半滞在したほとんどを船大工として働いた。王様が船大工。働いているピョートルを一目見ようと、見物人が押し寄せヨーロッパ中のニュースになったよ。変装と偽名とは何だったの？これは後に皇帝と船大工というオペラにもなってる。ピョートルは西ヨーロッパの文化や技術にとても感銘を受け、医者や画家、技術者といった専門家たちを雇ってロシアに連れ帰った。これによりロシアの西欧化が急激に進むことになるよ。ちなみにピョートルはアムステルダムの市長から日本の話を聞き、すごく日本に興味を持ったのさ。その後、ピョートルはカムチャッカの原住民の捕虜となっていたデンベイという日本人を呼び寄せて一見、デンベイをロシア初の日本語教師にしている。まさか日本が出てくるとは。また、ピョートルは新しい首都を建造し、モスクワから移転した。新しい首都は西ヨーロッパにより近く、人口の運河を張り巡らした。ピョートルが船大工をしていたアムステルダムをモデルにしていたよ。首都の名前はサンクトペテルブルク。聖ペテロの町という意味だ。ペテロはキリストの十二使徒の一人で、ロシア語ではピョートル。まあつまりはピョートルの町ってことさ。首都まで作るとはすごいわね。ロシアの西欧化を進めたいピョートルにとって、前の首都モスクワは町も古いし人々も保守的で、古いロシアの象徴みたいなものだったのさ。
また、ピョートルは幼い頃にモスクワで命を狙われてるんで、それがトラウマになってモスクワから離れたかったとも言われる。子供の頃にソフィアちゃんが送った銃兵隊に襲われたのよね。使節団は反オスマン同盟を結ぶことが目的だったけど、他の国はあまり反オスマンでまとまらず、代わりに北方の強国スウェーデンを倒すべく、ポーランド、デンマークと同盟を結んだ。この対スウェーデン戦争の同盟を北方同盟という。当時のスウェーデンはバルト海を取り囲む大国だ。ピョートルは20年にも及ぶスウェーデンとの大北方戦争の末、ついに勝利する。おめでとう。勝利によりロシアはバルト海東側を獲得。バルト海の覇権を握ったロシアは一気にヨーロッパの強国にのし上がったよ。やったわね。他国からも一目置かれるすごい国になったのね。ロシアは三流国家から二流国家にランクアップした。それでも二流。もう一流でええやん。なんで二流なのよ。まあ早急には無理だろ。ピョートルは北方戦争の勝利により、元老院から皇帝を表すインペラートルの称号を得ている。他にも称号を得て、その時の称号でピョートルは今でもこう呼ばれている。ピョートル大帝と。大帝か、かっこいい。皇帝を表すインペラートルの称号を得たことで、それまでのロシアツァーリ国はロシア帝国となった。ピョートル大帝はロシア帝国初代皇帝となったのさ。すごいわねー。皇帝の称号はヨーロッパじゃ特別なもので、この時点では神聖ローマ帝国の君主だけが皇帝を名乗っていた。それはハプスブルク家ね。やっぱり出てくるハプスブルク家。ピョートルは最初はあんまり外国から皇帝だと認められていなかったらしい。二流国家の辛いところね。ロシア帝国はピョートルの西欧化政策で、身分よりも能力で管理を起用し、徴兵制や秘密警察を制定、農奴制を経済の基盤とした。サンクトペテルブルクを作ったのは5万人の農奴で、都市建設中に火事とかで多くの人が亡くなっている。この頃は本当の農民が酷使されてたよ。辛いわねー。ピョートルは西欧の流行に合わせてアゴヒゲをやめさせようと、アゴヒゲに税金をかけたこともある。ヒゲ税。アゴヒゲはしゃくれた顎を隠すために必要なのに、ロマノフ家はしゃくれてないから必要ない。ハプスブルク家はしゃくれてたからヒゲは非課税、でもロマノフ家はしゃくれてないからヒゲに課税したのね。ヒゲ税の意味が変わってきたぞ。ロシアの流行遅れを気にしたピョートルだけど、彼自身はフランスのルイ14世のような西欧らしい華やかさは好まなかった。派手な身なりをすることもなく暴飲暴食したり騒いだり、豪快で荒々しい人だったという。それもまたピョートルの魅力だったようだよ。西欧で流行だったあの白くて優雅なカツラも、ピョートルは被ってる絵が見当たらなかったし。白いカツラも似合いそうだけど、変に影響受けてチャラチャラしないところが何かいいと思うわ。そんなピョートルには、子供がいた。アレクセイ・ペトロビチ、他二人。アレクセイって名前がピョートルの父ちゃんと被るんでペトロビチと呼ぼう。成人したのはペトロビチだけだ。悲しいわねー。ペトロビチは神聖ローマ帝国の貴族の娘、シャルロッテと結婚している。ちなみにシャルロッテの姉は、ハプスブルク家カール6世の妻だ。ペトロビチをワカメちゃんの夫だとすればマスオさんがカール6世。引きとしてサザエさんを出してくるな。前回サザエさんで例えられなかったから例えたくてしょうがなかったのよ。どんな感情だよ。神聖ローマ皇帝の妻も輩出するってことは、シャルロッテちゃんはすごい家柄の子ってことよね。そんな家柄の子と結婚できるなんて、花嫁コンテストをしてた時代とはまるで違うのね。確かにそうだね。ロシアが確実に出世している。じゃあペトロビチの顔を見てみよう。まだ見てなかったわね。なんでしゃくれとるんやー。やめなさい。ハプスブルク家と親戚になった途端しゃくれたやないかー。血のつながりないのに。ハプスブルク家と親戚になれたのもわかるわ。だってアゴがハプスブルク家と他人だとは思えないもの。他人なんだよ。よく見たらペトロビチの母親がちょっとしゃくれてる気がする。ハプスブルク家以外からのアゴの補充。アゴの補充言うな。ピョートルとペトロビチは仲が良くなかった。ペトロビチは保守的で、ピョートルの西欧化政策に反対。ピョートルがつけたドイツ人教育係も拒否した。急な西欧化に戸惑うのは仕方ないわよねって完全にカツラが西欧やないかー。むしろピョートルより西欧化しとるやないかー。はい猫かん。にゃー。こういうカツラを被るのがマナーなところもあったから仕方ないんだろ。あんまり納得いかないわー。考え方の違い以外にも、ピョートルはペトロビチがまだ8歳の頃、妻のエブドキア・ロプーヒナを離縁しただけでなくこの妻を修道院に幽閉した。
ペトロビチは8歳にして母親と引き離されていたのさ。ピョートルが悪い。ピョートルみたいなもんは元妻と息子にぶん殴られろ。ロマノフ家は家族仲が悪いという特徴があるからね。夫婦仲も悪くなりやすい。大丈夫か。ついにペトロビチは皇帝を継ぐ気がないとピョートルに伝え、ピョートルもそれを認めたけど代わりに修道院に入れと命じた。めっちゃ身内を修道院に入れるやん。ソフィアちゃんも妻も、息子まで修道院に入れるやん。それぞれ理由は違うんだけどね、ピョートルは結局修道院に入れたがる。身内を修道院に入れたいて、変な称号をつけるな。しかし、ペトロビチは修道院に入らず神聖ローマ帝国に逃亡してしまう。皇帝のカール6世とは妻を通じて親戚だったから、かくまってもらおうとしたのさ。ペトロビチはハプスブルク家の方が落ち着くんでしょうね。顎が似てるだけだろ。しかし1年後に連れ戻され、ペトロビチは政務室でピョートルに尋問された。ちょっと待って。ハゲとるやないか、やめなさい。だからカツラをかぶってたのね。納得すんな。これは座ってるからわかりにくいけど、ピョートルは身長2メートルの大男だからペトロビチは相当怖かったと思うよ。恐ろしい。結局、ペトロビチは反逆の罪で逮捕、処刑されることが判決で決まる。処刑？息子でしょう、処刑なんてダメよ。しかしピョートルは恩赦を願うこともなかった。願いや。ペトロビチは処刑される数日前に獄中で亡くなっている。亡くなった原因は発作と言われるけど、拷問じゃないかとか、ピョートルが毒を持ったとか、ピョートルが斧でぶった切ったんじゃないかとも言われてる。ピョートル父ちゃーん。ソフィアちゃんは何度もピョートルの命を狙ったけど処刑なんかせず幽閉だったのに、息子には容赦なさすぎない？ソフィアちゃんは女性だから多めに見たってことかしら。いや、ピョートルは女性相手にも拷問や処刑することがあったから関係ない。関係あれよ。ピョートルは幼い頃に命の危機にさらされたトラウマからなのか、しばしば行動に一貫性がなく、二重人格者と呼ばれることもあるのさ。そっか、もしかすると善と悪のピョートルがいるかもしれない。肖像画にもそれが出てるわ。これ二重人格を表してたのかよ。保守的なペトロビチは、保守派の人々にとって希望の星だった。ペトロビチが亡くなり多くの人が悲しんだ。亡くなってしまうなんてひどい。生きていて欲しかった。ピョートル大帝の息子です。おい、不謹慎系 YouTuber がいたぞ。ペトロビチを失い悲しむ人が多すぎて、ピョートルの息子を名乗る人が続出した。しかも続出。ピョートルがペトロビチをあっさり見捨てたのも、そもそもペトロビチが後を継ぐのを放棄したのも理由があって。実はピョートルは再婚してたんだ。相手はマルタ。もともとは長身メインシコフの愛人だったんだけど、ピョートルが奪って自分の愛人にしてた。この西洋のオシャレを取り入れて浮かれてるおじさんの元愛人か。カツラかぶってるだけだろ。マルタちゃんはやっぱりどこかの貴族の子かしら。いや、マルタは貧しい農民の家庭出身だ。意外だわ。結婚歴もあるけど未亡人となり、大変だったのね。生活のため女中をしたり、苦労人ね。娼婦をしてたり、どこまで行くのよ。今まで結婚前にそんな波乱万丈な奥さんいたかしら。マルタはすごく異例の皇妃なんだ。確かに。マルタの身分では、他国だったら王と結婚とかありえなかっただろう。しかしピョートルは気にせずマルタと結婚。ピョートルのそういうところは嫌いじゃないわ。でも前妻を幽閉してること忘れないわよ。結婚の際にマルタはロシア正教に改宗し、名前をエカチェリーナに改めている。エカチェリーナとの間には子供がいる。アンナ、エリザベータ、他10人。くっそ多いな。この10人の中には男の子もいて、後継者を確保できたからペトロビチは後を継ぐのを放棄、ピョートルはペトロビチを見捨てたと言われる。いやが風どうした。これは当時に書かれた銅版画だよ。なんか不思議な絵だよね。特に真ん中のお前なんや、やめなさい。これはピョートルの長男ペトロビチだろ。不思議な魅力の画風。しかし、男の子もペトロビチが亡くなった1年後に7歳で亡くなってしまったのさ。悲しいわねー。というか12人いる子供たちの中で、成人したのはアンナとエリザベータの2人だけなのさ。ロマノフ家は病弱だったの忘れてたわ。というか後継ぎの男の子いなくなっちゃったじゃない。やっぱりペトロビチをちゃんと助けてたらよかったのに。ピョートルは後継ぎがいないので帝位継承法を作り、自分で後継ぎを指名できるようにした。ピョートルは52歳の時に視察に出かけた際、増水した川の中州に取り残された兵士たちを発見。
そしたらなんとピョートルは自ら冷たい川に飛び込み、兵士たちの救出活動を行ったのさ。ピョートルかっこいい。ピョートルといえば、人の命を何とも思わない系の皇帝だったのに。分類がひどい。でも確かに自分で人の拷問や処刑するぐらいだもんね。実の息子も見捨てたし。しかしこの時はなぜか危険を顧みず兵士を助けたのさ。理由は簡単よ。なんだ？善の人格が出てたのよ。二重人格しかしピョートルはこの救助活動のせいで夜から熱を出し、持病の膀胱炎が悪化して、膀胱炎だったんかピョートル。尿道結石や尿毒症により、2ヶ月後に亡くなってしまう。尿の文字多め。最後の最後で異邦の人格が出て、人助けで亡くなってしまうなんて悲しいわねー。最後までキャラの濃い皇帝だったね。1996年にロシアで、ロシアの歴史上、最も誇りに思う時代はいつ？というアンケートが行われた結果、ピョートル大帝の時代と答える人が 54% で圧倒的1位だったという。ロシアで絶大な人気なのね。しかし生前は首都移転など急すぎる改革への反発もあり、民衆からはあまり人気はなかったらしい。すごい皇帝とはいえ下手すると皇帝本人から直々に拷問や処刑されるし、なんか知らんけど身内を幽閉ばかりしてるし仕方ない気もする。ピョートルは後継ぎを指名する前に亡くなってしまったんで、後継者問題が起きる。そうなのね、一体誰が次の皇帝に？皇帝になったのは、ゴクリ。ピョートルの妻、エカチェリーナだ。どういうこと？女性よ、ピョートルと血のつながりもないし。もちろん反対はあったが、ピョートルの長身でエカチェリーナの元愛人、メインシコフの推薦でエカチェリーナが選ばれたのさ。メインシコフはピョートルの右腕で最も力のある政治家だった。エカチェリーナが皇帝になればメインシコフは実権を握れると考えたのさ。しかし理由はどうあれ。ロシア初の女帝、エカチェリーナ一世が、ここに誕生した。すごいわー、女中から女帝になるなんて一文字違うだけで偉い違いよ。普通ならロシアで女帝は誕生し得なかっただろう。でも女性が権力を握った前例があったおかげで、人々の女帝に対する抵抗感が薄まっていたのさ。女性が権力を握った前例って、もしや、ソフィアだ。ソフィアちゃーん。ソフィアが摂政として実権を握った期間がなければ、確実にエカチェリーナが女帝になることはなかっただろうと言われている。ソフィアちゃんの思いが確実に受け継がれているわー。ソフィアちゃーん、女帝の時代が訪れたわよー。ソフィアイズムが道を照らしたよー。女帝はわしじゃー、他の女に渡してたまるかー。さすがソフィア亡くなってもなお野望がダダ漏れだ。むしろ野望しかない。話を戻すと、エカチェリーナの治世はメインシコフが実権を握っていたけど、エカチェリーナもちゃんと賢明だった。科学アカデミーを作ったり、ピョートルの父、アレクセイ時代の宗教改革で迫害されていた人たちの境遇を改善したり、ピョートルがやり残したことをいくつも行った。そして長女のアンナをホルシュタイン・ゴットルプ公のカール・フリードリヒと結婚させる。あらー美男美女ね。アンナの妹、エリザベータも綺麗だし、美人姉妹だったよ。さっきの絵だと美人ぶりがわからなかったわ。いいんだよ、画風が違うんだから。アンナの夫カールはスウェーデン王家の血を引く名門貴族で、ヨーロッパとの関係を強化するための政略結婚だ。これも生前のピョートルの希望だったよ。いい仕事するわねエカチェリーナちゃん、しっかり女帝ね。私生活ではエカチェリーナは好きなだけ飲み食いして太り、愛人を見境なく作っていたという。オンとオフの切り替えがえげつない。他には、ピョートルの前妻エブドキア・ロプーヒナはもう幽閉から解放されてたんだけど、なぜかエカチェリーナはまたこの前妻をとっ捕まえて牢屋にぶち込んでいる。ぶち込むな。そしてエカチェリーナは女帝になって2年後に病で亡くなった。43歳だったよ。悲しいわねー。まだ若いし知性は短かったのね。やっぱりソフィアちゃんの呪いね。どんだけソフィア強いんだよ。ここからロシアは、皇帝の座が行ったり来たりする不思議な時代に突入していく。どういうこと？次の皇帝は一体誰になるのかしら？それは、ごくり、次回に続く。おーおーおい。ごめんご。ピョートル大帝のエピソードが多すぎて長くなってしまった。しょうがないわねー。家系図の進みが遅くて動画が何本続くか心配してますー。頭の上にくっついてループ主が焦っているな。チャンネル登録や高評価、ツイッターのフォローもお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。まったねー。まったねー。